はい、諸角です。今私はですね、リスボンの中心地から北東の方に少し動いたですね、エキスポエリアといった場所に来ています。まあ、エキスポという、ね、名前がついている通り、1998年にこのリスボンで万博が行われまして、その時に開発をされたのがこの周辺、そして今その跡地に、まあ、次々とですね、新しいオフィス、あるいは新しいショッピングセンター、さらにはコンドミニアムと、非常に今リスボンの中でも一番開発が進んでいるエリアです。そして私が今立っているのは、後ろがですね、テージョ川、まあ海みたいなね、大きな川なんですけれども、そこに立ってまして、後ろに見える橋がですね、これバスコダガマ橋と言います。全長なんと 17.2km、ヨーロッパで一番長い橋として有名なんですね。はい、ちょっとね、私はまだここ渡ったことがないですけれども、まあポルトガルのリスボンからね、また違ったエリアにね、行くという、ただね、17. 何キロメーターってね、非常に長いですよね。はい、いつかね、渡ってみたいなと思います。で、ここに見えるのもですね、バスコダガマタワーといって、まあホテルも入っているんですね。そして頭の上、見えますか、この辺か、はい、ロープウェイが通ってるんですよね。あそこのところを出発起点として、向こう側にこの川沿いにですね、ずっと通ってます。まあ、どこまでね行ってるのか、ちょっと僕自身確認できてないですけれども、まあ、リスボンの中心地までね、まあ、行ってる、まあ、非常に見晴らしもいい感じがしますね。どうでしょうね、見えますでしょうかね、こんな感じで、はい、たくさんね、運転されてるようです。はい、でちょうど、まあ、なぜね私ここにいるかというと、まあ、現在私たちが、こちらのリスボンで、まあ、業務提携している、ね、パートナーさんの企業、デレスクっていう、ね、中国のデベロッパーがあるんですけれども、まあ、その会社がこのエクスペリアに、オフィスを構えてますので、ちょっとね今日は打ち合わせのためにそこに寄りました。そしてね、終わった後、今もう6時ぐらいなんですけど、まだ日が高いんですよね。まだ4月入ってない今日なんですけれども、本当にね、ヨーロッパ、こちらのリスボンというのは、もうこの時期から非常に気候もね温暖で、まあ、今でも22、3度ありますでしょうし、夜本当に夏はですね、9時、10時ぐらいまでずっと明るいと、もう一日中ね本当に満喫できるような、そんな場所でもあります。で今日いろいろそのね、デベロッパーとお話をして、まあ、ポルトガルの不動産の最新の情報を数々聞いてきました。これをねご覧になっている方、ポルトガルの不動産、あるいはポルトガルのゴールデンビザ、ね、多少情報をお持ちかと思うんですけれども、やはりね2012年の後半に導入されたゴールデンビザ、投資移民ビザですね、まあ、そのおかげでそれ以降毎年毎年右肩上がりに不動産価格上昇を遂げています。で我々が普段よく目にする、まあ、グローバルプロパティガイドという、ね、不動産関係の、メディアなんですけれども、まあ、それによると、まあ、昨年、まあ、昨年というのは2018年ですね、2018年のリスボンの不動産マーケットはその前の年に比べて 5% 強伸びたというふうに、報じられています。まあ、これはあくまでもポルトガル全体の数字なので、まあ、ばらつきはあるんですけれども、今日ですね実際にもうそれこそ数百件数千件の不動産売買に、ね、携わっている、まあ、彼らの最新の情報ではですね、やはりリスボンという本当にシティ、ではですね、10% 以上のやはり伸び率になっていると。そして、マーケットに出てくる在庫自身がもう今ほとんどないような、そんなね非常に強い、状況であるということが分かりました。このね、ビザ、ゴールデンビザっていうのは、まあ、50万ユーロ以上の不動産を買った場合に、このポルトガルに住んでいいよというね、そういった居住権を得れるビザではあるんですよね。でそれが、まあ、5年間、居住権を与えられて、5年経過した後、永住権に切り替えることができます。もちろん日本の中、ね、日本のお住まいの皆さんがポルトガルの、ね、永住権が必要かどうか、まあ、ここはねもちろん誰しもが必要でな話ではないと思いますけれども、やはりね、
このポルトガルという国、春元協定、ヨーロッパの、ね、春元協定の加盟している国ですし、永住権を持っていればですね、それこそ滞在日数関係なく、いろんな国に、この春元協定に加盟している国、いろんな国にね、行くことも自由にできますし、本当にね、幅広い使い方ができるんじゃないかなと思います。だいぶですね、不動産価格、それこそここ 4,5 年ですね、ずっと右肩上がりに成長してますので、まあ、今がね、その投資のタイミングかどうか、まあ、それは少しね、慎重に見る必要がありますけれども、ただ、まあ、我々としてはこうやってね、現地で、活動している企業さんと本当にね、綿密なというか、綿密なじゃないな、密なね、コミュニケーションを取ってますし、最新の不動産の状況等も把握させていただいてます。そんな中で、今日ね、面白い話としてはまあ、これはまた別にね、ちゃんとお話をした方がいいですけれども、そのゴールデンビザをね、得るために本来であれば50万以上の物件を買わなくちゃいけないという条件があるんですけれども、まあ、以前から言われてたですが、35万ユーロ以上の、まあ、50万ユーロ以下の物件であってもですね、ゴールデンビザ取れる。で、そのケースがどんどん増えてきました。で、その会社さんも、まあ、取り扱いをしているということなので、前ね、ポルトガルのセミナー等にお越しいただいて、非常にね、この興味を湧いたたくさんの方が手を挙げていただいたんですが、さすがにですね、50万ユーロ高いなといったことでね、躊躇された方もいるんですが、これ今だったらその35万ユーロ以上、50万未満の物件であってもですね、ゴールデンビザ取ることができます。現在ですね、具体的な、そして最新の在庫リストをね、もらうように今日お願いをしてきましたし、ここをですね、興味のある方はぜひシェアをさせていただければなと思います。残りね、3日間リスボンの滞在で、またそういったね、新しい物件等の情報も実際に視察をして、そんな中でね、皆さんに厳選した情報をお届けしたいと思っております。はい、もっとね、お話ししたいこともあるんですけれども、この後ですね、中心地の方に戻りまして、はい、またね、明日お客さん、こちらに住んでいるお客さんとお打ち合わせ、情報交換をしたいと思います。はい、こんな感じで見えますかね。はい、じゃあですね、今回の動画は以上となります。